安藤愛希は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。出羽国の戦国大名。下国安藤氏八代当主。居城は、檜山城。天文八年、出羽の戦国大名、安藤春季の子として誕生。長く分裂していた、檜山系と港系の安藤氏を統一し、安藤氏の戦国大名化を成し遂げた治癒に優れた。 人物であったと言われている。統一の経緯には、諸説があり、不詳であるが、婚姻関係と、養子縁組とにより、檜山家が、港家を事実上吸収したものと推測されている。さらに、半ば独立勢力であった、比内地方の国人の、浅利リノリスを打って、その弟の勝頼を参下に置き勢力を拡大した。 明67年から南部領に侵攻し、数の軍獲得を目論むが、これは、永612年に、南部春政に阻まれた。領土経営に関しては、それまで、港家が定率の鶴漁を支払うことを条件に、認めてきた、小物川上流域の大名、国人による港における交易を統制することにより、旧来の江戸地貿易などの外海交易に加え、 河川交易への統制強化を断行しつつ、土崎港を改修して、北日本最大の港湾都市に育て上げた。また、近隣黒人州への支配も強化しようとした。このため、元気元年には、豊島玄原,原による港騒動が起こり、豊島市に同調した大宝樹市も百合国へ進軍してきた。この一連の紛争は、 大宝寺吉氏の次回にも助けられて、安藤家の優勢に終わり、百合軍の大半は、愛機の勢力下に入った。この時安藤家の軍勢は、三崎山を越えて酒田まで進行したと言われる。また、天正元年から天正十年まで、織田信長に、毎年の貢ぎ物を送ることで吉史を通じ、信長の死後は、橋場秀吉と吉史を通じるなど、 中央権力とも連絡を密にしており、天正5年7月22日には、1五位下に、天正8年8月13日には、1五位上自重となるなど、安藤氏の最盛期を築き上げたと伝えられている。また、晩年には名字を安藤から秋田へと改めている。さらに、天正10年に、あさり頼を、柿崎義弘を使い某札。 アサリ死休の被害の大官に五十目集権を廃止、大館城に入らせた。では北部の沿岸部を、ほぼ統一し、内陸部に進出し、尾物川流域の支配権を巡り戸沢市との戦いに、向かったが、天正十五年、角野立城主、戸沢森康と戦った際、仙北淀川の陣中で病死した。 ルイス・フロイスの A68 年2月28日付書簡には、日本の極北にて、とより、約300リーグを隔つるところに一大国あり、野獣の川沖、全身多毛、神髭すこぶる長き万人これにジュース。エゾに地下キュゲス園地方に飽きたという大詩あり。彼らは多数この市に来たりて貿易し、飽きた人もまた時々エゾにおもむくとあり。 代々江戸との交易を管理してきた、檜山系安藤氏として、港系との統一後も、北方交易を行っていることがわかる。文部に秀、秋田軍、檜山軍、由利軍などを半都に収めて、右後最大の大名となった、彼は、都政の北天にあるにさも似たりと評された。安藤愛紀にちなんで名付けられた、野代七夕の城郭型灯籠、愛紀。 ありがとうございます。